超メジャーなクリエイティブの世界からゲームの世界に参入されて早くも2作目マザー2を完成された糸井さんにお話を聞きたいと思います、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速では映像を見ながらお話しください、はい、ではマザー2ギークの逆襲ということで、はい、前作の続きって感じですかね。そうですね、前作に出てきた敵がまた彼らに仕掛けてくる。あ、なるほど。これゲームセンターですかね、一昔前のね。全体的にあれですか、じゃあ前作と同じようにアメリカの片田舎で。そうですね、あ、マップ上にこれは敵です。あ、モンスターが見えて。そうです、有志会戦闘ってやつですね。今回あのストーリーとかシナリオにおけるこのコンセプトとか売りみたいなものってのはどんなところですか。ね、あんまり細かく言いたくないんですけど、要するに面白いものを作ろうと思ったらこうなりましたっていうようなやり方だと思ってください。まあ、ファミコン版と違ってスーパーミコン版だからこそできたこととかそういうこともいっぱいありますか。それはやっぱり絵と音に関しては相当楽だったし面白かったと思います、ね、あとあれですね、今結構絵の描き込みみたいなものとか、はい、あ、こういう風に斜めに動くとこなんかマップ構成面白いですね。そうですね、この街だけちょっと違うパースになってるはずですね。あ、なるほど、いろんな世界観がありますね、アメリカっぽいのだけじゃなくてこれはアラビアっぽい。そうですね、移動しますから自転車で動いてますね、これは乗り物としては。あ、バスもあり、結構リアルに描き込まれ、あ、これいいですね、UFO、UFO というか、まあ、乗り物なんですけどね。ゲロみたいな怪物がいますけど、これはまたいい味出してる。これはエジプトですか。エジプトのようなところですね。これ右側がユンボですね、ユンボ。なかなか伊藤さん口が固くて具体的なことはなかなかいただけないですが、これ面白いですね、埋蔵金を探してる、探してるっていう、はい、これ、あ、なるほどね、伊藤さんの思い込みがこうストーリーに入ってきた。そうですね、実際やって面白いことは何でも言えちゃう。あ、なるほどね、結構じゃあ余裕のある作りっていうか、できてるみたいですね。そうですね、やっぱり自分がやりたいゲームを作るっていうところから出発したものだから、その延長線上ですね、やっぱりね。じゃあ結構今回はなんていうのかな、ゆったり楽に作れたという、そうでもなかったですね、うん、やっぱり何年あってもまだやれるっていう風になっちゃうからね、こういうものって。そこが難しいですよね、どっかで見極めて仕上げないと、はい、待ってる人がいるの忘れちゃいますからね、実はもう何年もかかって作っちゃったわけですからね。お恥ずかしい。本当に楽しみにさせていただきたいと思います、糸井重里さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。